糸魚川の一番大きな神社ですね。そこは一木島姫様を祀ってると思うんですが、渡り橋がないのでここで形ですね。そこには亀さんがいますね。亀さんはなんか風を気持ちいいのとか言ってそうな気がしますが、はい、まずは拙者の五木島姫神社だと思いますけど、間違ってたら後で訂正しておきます。はい、糸魚川の駅の近くの一番大きな神社ですね。でこの神社はですね、二つの社からなってると思うんですね。天津神社と柳川神社ですね。で木造のものが県指定で、国指定の重要文化財として4月10日の玄関祭りと11の御祭ですね。舞としてこういろいろなこうものがあるみたいです。で祭る神様は一応こちらが一宮なんですけれど、境内別にはなんかちょっといろいろ難しいですけど、もともとは神社があって、もう一つこう神社こう入ってきてるような感じなんでしょうね。私もちょっと調べてこなくて、そのもう一つの姫様の神社だけ単体である神社が一つ違うところにありまして、そこがお祭りだったんですけどね。ここは何でしょう、社務所っていうか小学校跡みたいな、社務所連ですね。社務所でかいですね。で本殿がこちら側に見てくると、ちょっと面白い作りですね。ぐるっと来ないという感じですね。あ、なるほど。二つのお宮があるんですね。二つのお宮があって、一つ一つがお社が違うんで、祀ってる神様は違うんですけど、参拝殿は一つという形みたいです。